頭の中身が年中調子外れな監督兼プロデューサーによる間の抜けたシュールレアリスム映画も徹夜の編集作業で一応の完成を見て、俺たち SOS 団の面々は平和な文化祭初日を迎えていた。幸いにも細かい交渉や宣伝活動などは春日が自ら率先して行っており、俺は上映を委託している映画研究会に完パケの DVD を渡して行こう、名教室の心境で校内を商用しつつ祭りの雰囲気を寝不足の頭で楽しんでいた。とはいえ一つだけ看過できない重要な使命があったわけだが、校内アンケートなんぞでお茶を濁す無気力なうちのクラスとは違い、長戸と小泉朝比奈さんはそれぞれクラスの企画にしっかり従事していた。あなたは5分15秒後にソフトクリームを買って、5分28秒後にそれを足に落とし、7分6秒後に看板に頭をぶつけ、その際彼女と交錯して転倒、彼女のバッグから所持品が散乱し、長戸ほどほどにしとけよ、占いと予言は違うぜ。さてこの世界、つまり自然とは確率により支配されているものです。にもかかわらず今この場では確率論が成立しているとは言い難い。ならばこう考えるのがより妥当でしょう。今我々は自然から、なんだこりゃ、どこで笑えばいいのか教えながら演じてくれ。例えばよ、収穫はあったか。期待したほどじゃないな。卓球部のピンポンアイスがうまかったくらいかな。3の3のおでんもよかったね。2の5のチョコバナナ、あれチョコレートずいぶんケチってたよな。なんだ食ってばっかじゃねえか。今日は食べ歩きだね。さてじゃあ本命のコスプレ喫茶へ行こうか。いつぞやのバニーガールにも驚いたけど、今度はどんな格好してるのかな。それにしても映画出演だっつってノーギャラで水中ダイブさせられて、ずぶ濡れの代償が焼きそば 30% オフってな、割に合わねえな。不服なら来るな、とっとと帰れ。いやしかし朝比奈さんのコスプレ姿は一応拝んでおかないとな。映画の時みたいなピチピチミニスカのウェイトレスなのかな。はいはい、やあキョン君とその友達たち、こっちこっち、いらっしゃい。3名様ご来店毎度。どうだいこの衣装、目立つと似合ってると思わないかな。どうにゃろ。それはもう盛況ですね。入れ食いさ、格安の材料で作ったヘタピ焼きそばなのにこんだけ客が集まるんだから、もうボロ儲けだよ。笑いが止まんないね。あそこが最後尾、並んだ並んだ。料金先払いでよろしく。ちなみにメニューは焼きそばと水だけだからね、うん、焼きそば1つ300円、水道水はタダで飲み放題。じゃあこれで3人だよね。じゃあ全部で500円でいいや、大サービス。そいじゃあちょろっと待ってて、すぐに順番回ってくるからさ。すごいテンションだね。あの人もお前と鈴宮の一味なのか。いいや。ところで釣り線ちゃんと分けろよ。鋭い。鶴屋さんの言うチョロンというのは約30分ほどだったらしく、随分待たされてようやく店内にたどり着いた。へえ、
100万ドルの夜景もびっくりのまばゆい極上ウェイトレスの登場だ。物質で見るのとはまた別の輝きがある。ようこそ、ご来店ありがとうございます。トニーグリです。映画の時はどうも。なるほど、写真撮影なんか許したらえらい騒ぎだろう。グッドデザイン賞を差し上げたくなるほどの衣装だ。それをティーンズファッション誌の表紙を飾りそうな二人が着こなしているのだから、創刊ここに極まれりだぜ。ミクルは食券の潜り役なのさ。あとはサラサギル役と水粒役ね。焼きそば持たせたらケツまずいてひっくり返しそうだしさ。さすがよくわかっていらっしゃる。結局早すぎる客の回転に煽られて、焼きそばをものの5分くらいで書き込んだ俺たちは食った気もしないまま店を後にした。これからどうする？僕はキョンたちの作った映画が見たいな。自分がどう映ってるかも確認したいしさ。あんなもん別に見たくもねえ。その意見には同感だが、お前に言われると無性に腹が立つ。焼きそばだけじゃ全然足りん。次は科学部のバーベキューパーティーだな。まだ食うのかよ。ただその前に、ナンパしようぜ。ナンパ。ナンパ？私服の女が狙い目でな。3人くらい固まってる連中に声をかけたら意外にホイホイついてくる。俺の経験によって知り得た法則だ。成功率はほぼゼロの経験則が何の役に立つんだ。遠慮する。お前ら2人でやってろ。あ、僕もよしとかよ。1人でやってみて成功したらその相手の友達でも紹介してよ。あ、なんだよお前ら根性なしだな。まあせいぜい文化祭を楽しめ。普通にな。さてと、どこへ行こうか。行動で吹奏楽のコンサート、それから軽音楽部と一般参加のバンドか。ずっと座っていられるしな。徹夜明けの疲れた体を休めるにはもってこいだろう。 you